額で胸がはちきれそう。「もうアンが縫い物を始めなくちゃいけない時間だよ」とマリラちらっと時計を見て窓の外に目をやった黄色く染まった8月の午後何もかもが暑い日差しの中でまどろんでいた「まだダイアナと遊んでるんだね私が遊んでもいいと言った時間より半時間以上もゆっくりしてるよ」 帰ってくるなり、薪の山に座って今度はマシューとおしゃべりかいのべつくなしだね。縫い物しなけれゃいけないのはちゃんとわかってるはずなのに。マシューはマシューで嬉しそうに聞いてるし、全くバカみたいだね。あんなたわいなく夢中になる男は他に見たことがないよ。おしゃべりが長くて、とっぴなことを言えば言うほど嬉しくてしょうがないと来てる。アンシャーリー、今すぐこっちに戻ってくるんだよ。 聞こえてるだろう。イライラと何度か西の窓を叩くのが聞こえた案が庭から飛び込んできた目はキラキラと輝き頬はかすかなバラ色に蒸気して編まれていない髪が光り輝く本流となって背中でなびいていた「ねえマリラ一席切りながら大声で告げた来週日曜学校のピクニックがあるのよ」。 場所はハーモン・アンドリュースさんの原っぱ。輝く水面の湖のすぐそばなの。それから、教会監督のベルさんの奥さんとリンドさんがアイスクリームを作るのよ。考えても見てよ、マリラ。アイスクリームよ。あ、そうだ。マリラ、私行ってもいいでしょ。ちょっと時計を見てもらえるかい、アン。あは何時に戻るように行ったっけ ?2 時よ。 でも、ピクニックだなんて素晴らしいじゃないマリラ。お願い、行ってもいいでしょああ、あ私ピクニックなんて行ったことないのよ。夢では何度もピクニックに行ったけど、でも、今までは一度も。その通り、私は2時に戻るように行ったんだよ。で、今は3時15分前。どうして私の言う通りできなかったのか、教えてほしいもんだね、アン。そうなの、私戻るつもりだったの。 マリラ、できるだけ努力したのよでも空のアデノがどんなに魅力的かわからないと思うなそれからやっぱりマシューにもピクニックのことを言っておかないとねマシューはいつも私の気持ちを察してくれて聞き上手なのよお願い言ってもいいあんたにはその空のなんとかの魅力に耐えることを勉強してもらおうかね 私がこれこれの時間に戻ってくるよう言うときは時間通りってことで半時間も後ってことじゃないんだよ。それから途中で気持ちを察してくれる聞き上手と話し込む必要もないからね。ピクニックの件はもちろん言ってもいいよ。あんたは日曜学校の生徒なんだし、他の子たちも行くからにはあんただけ行かせないなんてことはしないよ。でも、でも、案外言いよどんだ。 ダイアナが言ってたんだけどみんなバスケットいっぱいにおやつを持ってこなきゃいけないんだって私料理できないのよねマリラそれからそれからピクニックにパフスリーブで行けなくてもそんなには気にならないけどもしバスケットを持っていかなかったらきっと大恥をかくと思うのダイアナが教えてくれてからずっと気に病んでいたのよああそれならもう気に病む必要はないよ バスケットに詰めるおやつはなんか焼いてあげるから「うわーいマリラって優しい」あー「ああすっごく親切だわ」「もう感謝感激」「わーいやああ」の合間にアンはマリラに抱きつき血色の悪い方に有頂天になってキスした自分の方に子供が自分から進んで無邪気なキスをするのはマリラにとって生まれて初めての出来事だった またしてもあの突発的な劇場が甘い渦となってマリラの全身を襲ったマリラは心のどこかでアンの衝動的なスキンシップを大いに喜んでいる自分を感じそれゆえにことさら不愛想を装っていった「ほらほらバカバカしいキスなんかどうでもいいから早いとこ私に言われた通りにできるようになってもらいたいもんだね」 料理のことは近々暇を見つけて教えるつもりだったんだよ。だけどあんたはそそっかしいからね、あん。まだ時期を見計らっているとこなんだよ。料理を習う前に、もう少し落ち着いて集中するってことを覚えてもらわなくちゃ。料理が始まったらちゃんと気を配ってなきゃならないし、作業の途中で手を休めて、ぼんやり考えに浸ってるわけにはいかないからね。さて、パッチワークを持ってきて、 おお茶の時間まで一はぎやっておくんだよ。「パッチワークは好きじゃない」「アンは憂鬱そうだった」「バスケットをごそごそ探し出して腰を落ち着けると赤や白のひし形の端切れの山を前にしてため息をついた」「縫い物だと面白いのもあるけどパッチワークには想像の余地がないんだもん」「短い縫い目を次から次と縫っていくだけで」 いつまで経っても終わらないみたい。みたでももちろん私はパッチワークを塗ってるグリーン・ゲイブルズの案の方がまだましよ。いつも遊んでるだけのどこかの案に比べたらね。パッチワークを塗ってる間、ダイアナと遊んでる時みたいに時間が早く過ぎればいいんだけど。そうなのよね。ダイアナといるととっても素敵な時を過ごせるのよ、マリラ。大概の想像は、 結局私が考えることになるんだけど私そういうのはうまいのよ。その他のことだったらダイアナは完璧ね。川を渡ったところに小さな土地が開けてるの知ってるでしょ川ってうちの畑とバリーさんとこの間を流れてる小川のことだけどウィリアム・ベルさんの土地なんだけどそのちょうど角のところにカバの林で丸く囲まれてるところがあるの。そこがね どこにも負けないぐらいロマンチックな場所なのよマリラダイアナとあたしのままごとの家はそこにあるの呼び名は空のあれの素敵な名前でしょう考えつくまでだいぶん時間がかかったんだから一晩ほとんど寝ないで考えてようやく見つけ出したんだでねちょうどうとうと眠りかかった時に霊感みたいに頭に浮かんだのこの名前を聞いただけで ダイヤななっったらもうすっかり夢の中なの中よ。家の飾りつけは上品に仕上がったわ一度来てみてよまりラ。いいでしょ苔で周りが覆われた大きな石が腰掛けで木の枝の間に板を何枚か渡して棚を作ったの持ってきたお皿は全部その棚にしまってるのよみんな掛けてるのはもちろん分かってるけど ひとつないって想像するくらいお茶の子さいさいよその中で赤と黄色の木づの枝模様のお皿のかけらがあってこれが特におしゃれなのよだからフェアリーのガラスと一緒に客間に置いておくことにしたわこのフェアリーのガラスってね夢のように素敵なのよダイアナが鳥小屋の裏の森の中で見つけてきたの虹がたくさん描いてあるの まだ大きくなってない子どもの虹みたいでダイアナのお母さんの話では前に使ってて壊れた釣りランプのかけらなんだってでもフェアリーたちがある晩舞踏会でなくしたんだって想像する方が楽しいわだからフェアリーのガラスって呼ぶことにしたのマシューは私たちのためにテーブルを作ってくれるのよあそうだ マリーさんの畑の向こうにある丸い小さな池を、柳ヶ池って名付けたのよ。ダイアナが貸してくれた本から名前を取ったの。この本、とてもゾクゾクするのよ、マリラ。ヒロインには5人も恋人がいるの。私は一人で満足だわ。そうよね。すごく美人で大変な試練をいくつも乗り越えていくの。何かっていうと気絶しちゃうのよ。私も気絶できるようになりたいな。 そう思わないマリラ。季節ってすごくロマンチックなんだもん。でも私は痩せてるくせに病気しないのよね。でもちょっとずつはふっくらしてきてると思うな。どう思う毎朝起きた時肘を見てるのよ。エクボができてないかなって。ダイアナはエルボースリーブの服を新しく作ってるのよ。ピクニックで着るんだって。ああ。 どうか来週の水曜日は晴れて欲しいわ。何か事件が起きてピクニックに行けなくなったりしたらがっかりで耐えられそうにないわ。なんとか生きてはいけると思うけど一生尽きない悲しみになると思うわ。その後で100回もピクニックに行けたとしてもダメね。今度のに行けなかったらそんなんじゃ代わりにならないと思うわ。輝く水面の湖でみんなボートに乗るのよ。 それからアイスクリーム。さっきも言ったけど私まだアイスクリームって食べたことないのダイアナがどんなものだか説明しようとしたんだけど多分アイスクリームは想像を超越したものの一つなのよあんあんたがおしゃべりしてる間に時計の針が10分も回ったよとマリラさてとちょっと興味があるんだけどね あんたが同じ時間口を閉じていられるか見せてごらん。アンは望み通り口を閉じた。しかしその週ずっとピクニックのことばかり喋り続け、ピクニックのことばかり考え、夢見たのもピクニックのことばかりだった。土曜日は雨になった。もしかすると翌週の水曜日まで降り続けるのではないかと、心配がこじてアンがあまりに落ち着かなかったので、 気持ちを落ち着かせるためにマリラはアンにパッチワークをもう一枚余計に縫わせることにした日曜日に教会の帰り道でアンがマリラにそっと打ち明けたところによると牧師が説教団からピクニックの予定を発表したら興奮で体中の血の毛が引いたとのことだったもう体中続々が走って鳥肌が立ったわマリラ私 そのの時まで本当にピククニックがあるななんて信じられなかったのよ。自分の想像でしかないんじゃないかって心配でしょうがなかったんだものでも牧師さんが説教団で言ったことなんだから信じるしかないわよねあんたは何にでものめり込みすぎるんだよアンとマリラ思わずため息をついたそんなことじゃ生きていく間にそれこそ何度もがっかりすることになるよ そんなあまりら、何かを待ち焦がれるのも楽しみのうちなのよ。アンは大いに主張した。その何かは手に入らないこともあるかもしれないけど、もうすぐ楽しい何かが起こるんだって待つことは必ずできることだもの。リンドさんは、期待せざる者は幸いなり、失望せざればなりって言うけど、何も期待しないのはがっかりするよりひどいわよ。 マリラはその日もいつも通り教会に紫水晶のブローチをつけて行った。マリラは教会に出かけるときは必ず紫水晶のブローチをつけることにしていた。そのブローチをつけずに行くのは聖書や寄付の10セント効果を忘れるのと同じで罰当たりなことだと考えていた。その紫水晶のブローチはマリラが一番大事にしていた宝物だった。 船乗りだった叔父がマリラの母に送ったもので、それを形見としてマリラが受け継いだのだった。古めかしい長円形のブローチで、母の髪が一房編み込まれ、周りを非常に見事な紫水晶が囲んでいた。その宝石が実際どれほど価値があるか、マリラはほとんど何の知識も持ち合わせていなかった。しかし、とても美しい宝石だと思っていたし。 自分からは見えないにもかかわらず、茶色のサテンのドレスの喉元に、いつも紫に輝いている宝石を心よく感じてもいた。アンは一目でその宝石に魅惑され、目を丸くしながら喜んでいた。わーマリラ、すごく上品なブローチね。こんなのをつけてるのによくお説教とかお祈りに身が入るわね。あたしなら無理だわ。 紫水晶って本当に綺麗だわ。ダイヤモンドってこんな風かなって考えてたのにそっくりなのよ。昔まだダイヤモンドを見たことがなかった頃、本で読んでからどんな宝石なのか想像してみたことがあるの。きっと素敵な宝石で紫に輝いてるんだろうなって思ったわ。ある日女の人がしてた本物のダイヤモンドの指輪を見てがっかりして泣いちゃった。 もちろんそれはそれでとっても素敵なんだけど私が考えてたダイヤモンドと違ってたんだものちょっとだけそのブローチ見せてもらえるマリラ紫水晶って幸せなスミレの魂みたいだと思わない不思議猫招き堂。